どうもモブ夫婦です。今回はこちら、じゃん。耳かき掃除が簡単にできる、いや耳かき掃除をするときに耳の中がよく見える、その名も見えるを紹介していきたいと思います。めっちゃかっこいいよね。ほらここに見えるって書いてて、色がクリーンで注文してますね。でなんでねこれ買ったかというと、単純に耳かきするときに耳の中見えたら面白いなって思うのと、なんか YouTube とかで耳かきをしている時の耳の中の様子、耳かき専門店みたいなのを見たんですけど、それがすっごいなんかごっそり取れてる感じ、耳の中を見た時の耳クソがなんか汚い感じを実際に自分でも見たくて調べたらね、なんと家庭的なやつがあったので購入してみました。で知識は特にないので早速開けていきます。はい、まず箱ですね。じゃん。お、説明書。最初は説明書。見える耳かき、革新的な新技術。あ、専用アプリを使うんだ。なるほどね。内容を見ずに面白そうだなと思って買ったので、アプリとかがあるのは知りませんでした。うわ、ほらこんな風にリアルに見えるみたいです。面白。これが実際のものみたいですね。かっこいいな。フル充電の使用時間90分、1時間半耳かきがほじれるということですね。いいね。続いて中身、これが本体っぽい。なんだか綿棒？綿棒かな？なんか入ってるね。はい、これが本体でございます。お、ここに耳かきの先端いろんな種類入ってます。こんな感じで合計6種類かな。何が違うんだろう。こんな感じのよくありそうな耳かきの先端と、こんな感じのなんかスプーンというかお玉みたいな、完全にすくい上げそうな形のものがありますね。一般的な耳かきの形みたいなものが角度が違うのが2つと、なんかすごい形のすくい上げるのが1つで、なんか両サイドに入ってるみたい。大きさで別みたいです。充電器ここに挿すみたいですね。タイプ C とかじゃない。お、すげえ、お、光ってる。お、すごい光ってる。へえ。もう光った状態で、スイッチとかは特になくて、光った状態で出てきますね。ずっと光ってるんだから、取り出したら。へえ、すごい。はい、それじゃあね、アプリインストールさせていただいたんですけども、開いていきます。お、早速 Wi-Fi の、さっき説明書にあった Wi-Fi を選んでやっていくんですけど、これをこうかな。あ、出た。これをね、外しとかないと Wi-Fi が出てこないみたいなので気をつけてください。で、またアプリ開いて、お、すごい。これめっちゃすごくない？うわ、これ手です。すげえ。うわ、すげえ、すげえ。じゃあこれを早速ね、耳に突っ込んでいくんですけど、アタッチメントをね、普通のパターンつけてみます。ここがね、輪っかになってるので、これを差し込む感じ。おお、耳に入れたいと思います。右耳。え、キモ、嘘、キモい。マジで、うわ気持ちいい。 あったか、あったか、あったか、あったかい。うわ気持ちいいけど角度が難しいな。これこうか。うわ、うわ、耳くそだ。うわ、取れてる。え、待って、難しい。うわ、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 
おおえちっちゃ見てえ見えないかなえ耳クソ見せてどうな全然ないでしょちっちゃいのがでもねちっちゃいのがいっぱいついてますすごいえすごうわ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 気持ちいい気持ちいい気持ちいいうわうわ待って汚いなんで汚い汚いいけー汚っなうわめっちゃ取れてる汚っな面白かったですねこれねなんかアプリの中でも動画を撮る機能みたいなのもあるみたいでなんか楽しそうではありましたでは今回もご視聴ありがとうございましたこちら見えるめっちゃ面白くていいなって思いましたなんか興味がある人はぜひやってみてくださいグッバイ